中国もロシアによる侵攻でどういうふうにこう諸国が対応するかを見てるんだという話でしたけど、うん、もうこれだけ続いてきて、うん、今、中国はその台湾に対してどうするかと、うん、どういう考えに今なってるとお考えでわか,からないですけど。うん まあ、あのすごく分析、評価をしながらやってると思いますよね。少なくともあの少しブレーキはかかったんじゃないかなという気はしますよやっぱり世界から相当な予想以上の非難が来るんだなという感じですか、うん、あの2014年にクリミア半島にロシアが侵攻したときはあの世界の非難の結束というのも弱かったですね。 国連加盟国193のうち半分ぐらいしか集まりませんでしたから、そして経済制裁というのも、形だけ経済制裁をしているような抜け穴もいっぱいあったしましてやその国際金融取引から排除するとかヨーロッパがもうあのロシアのオイルは買わないなんていうことは言わなかったですよね。ただ あのやっぱり、えー、国際社会の中でこれだけ戦争ってあの絶対にノーだっていう声が上がるんだなっていうことを考えればちょっと慎重にやらんところはまずいぞと中国も思ったところはあると思いますなるほどただもう一方であの今ロシアがずいぶん苦労してますよね。 戦争自体もあまり成果がいっぱい上がってるとは言えない状況じゃないですか、ロシアから見て。それは逆の側面で中国にあの変な教訓を与えた気がしてて、つまり、ロシアは本物の軍隊の侵攻を見せて、ギリギリまで脅してやれば、向こうから勝手に倒れるだろうぐらいにしか思ってなかったわけですよね。うん ゼレンスキーの支持率、政権支持率、当時20%もなかったですから、しかも前回はあの大して戦えずに、あの向こう側、セウクライナ側、大して大した抵抗もできずに、半島を取られちゃったりしたような国なんで、しかもある程度、ロシア審判もいるっていうことから考えると、全土に対して、ちょっと戦う姿勢を見せて、侵攻してみせたら、自分たちから勝手に倒れて、あロシア、万歳ってある程度迎えられる人たちもいて、 なんか国際社会から非難が出てくる前に、なんか取れちゃうんじゃないのぐらいに思ってたんじゃないでしょうかね。で陥落ってましたもんね。ねそうするとこの結果でしょ。うん、そうすると中国にこれ、教訓として何を与えたかっていうと、生半可な攻撃、進攻すると逆効果だよと。でやるんだったら一、もう一気に、初戦で徹底的にやらないとだめだと。 取るもの取れないというふうなシグナルを与えたんだとしたら、これはこれで厄介ですよね。厄介とも言えるし、まあ、ちょっと台湾有事は、もしかしたら遠のいてくれたかなとも言える。両方だと思います。遠のいた側面もあるし、うん、陸続きでない台湾を侵攻するとすると、それ相応の大きな仕掛けの海空戦力による大船団で上陸作戦とかしていかなきゃいけないわけなんですよね。うん、それを 細切れにちょこ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 やってたらうまくいかないっていうのが今回の件でもあったんでやるとしたら一気にもうミサイルから何から使って徹底的な攻撃っていうのがあ,のある日突然起こっちゃうっていう可能性はちょっと今までより増えた気がするななるほどですね。やだな、えー、おもし面白いって言っちゃいけないですねなるほど。 先生のお時間がですね1時間いただいて、もう近くなってまいりましたので、参院選に向けて、はい一言視聴者の方にいただけたらと思います、おことばを、はいあの。参院選はですね、まあ、さっき言ったみたいにあの、それぞれの選挙って一つ一つの大きなテーマというか、ですねあのトピックスがあるじゃないですか。で今回は間違いなくやっぱり安全保障ですよ。 で先ほど私が言ったみたいにいわゆるあの、えー、狭い範囲での、えー、国防という意味での安全保障ではなくて、抗議のね安全保障、外交も含めたあるいはエネルギー、食料、えー、防災あるいは国土強靭化とか含めた上で私たちの日頃の当たり前をいかに守るのか。それがやっぱり。 平和を守るってことだし絶対に戦争をさせないいってううことだとだ思うんですね。で、そのためには何をしたらいいかまさか今のご時世に救助を掲げてたら戦争は起こらないと思ってる人は一部の人を除いてほとんどいないと思うんですよ。<laughs> 具体的にするいろんなあの策というのを公約として出してますから、まあ、それを見た上で。 まあどこの政党にコミットすることが本当に自分たちの,あの家族を守ることにつながるのかという判断をしてもらいたいなというのが一つです。でもう一つは遠いウクライナでこの起こっていることなんですけれどもこれはいわゆるこの地域の何のて言うんですかねそこだけに歴史的伝統的に存在しているぶつかり合いによって起こっている小競り合いではなくて。 大きなあのスタンスでか考えた時に価値観の戦いが今起こってるんですね。つまり自由とか民主主義とかあの全体の法の支配といったルール秩序こういうのをきちんと守った上での競争というのをしていく社会なのかそれともある意味力さえあれば自分たちのエゴを押し通していけば それが実現されちゃうような世の中にしちゃうのか。まあいわゆる権威主義ですよね。これが民主主義対権威主義の戦いが今向こうで起こってるわけなんですよ。そして絶対にウクライナはこの民主主義を守るんだと。権威主義なんかには負けないぞっていう話をしつつ、世界の、えー、後進国の国々は、 果たしてどっちがこ,れこの後主流になるんだろうどっちの国の方が本当に国の未来を考えた時にいいんだろうって考えてると思うんですねこれ権威主義に勝たせてしまえば民主主義なんて結局やっぱり機能しないって思っちゃうとそういった結局まあ独裁を選んでいこうという国もうーん少なからず出てくると思うんですよところが我々はやっぱり民主主義を信じているんであればその民主主義を大事にしなきゃいけないんですよね で民主主義の最大のポイントって何かっていうと、決めるのは国民だっていうことですよ。有権者が主役だっていうことなんですよ。で、その有権者が未来を選ぶ最大の舞台が選挙なんですから、ぜひ選挙に行ってください。<laughs> お<ー> <laughs> 皆さんが銃を持つ必要はないわけだし、うん、皆さんがいざとなったときに戦うわけじゃないんですね。 私たちあの一般の市民国民が日頃からやらなきゃいけない戦いというのはちゃんと選挙に行って自分たちの権利を行使するその大切な1人に与えられている一発の弾というのを正しく自分で打つということなんだと思うんですねだからあの私はまああの何党に入れてくださいとか誰に入れてくださいっていうのよりも大事だと思ってるのは あのやっぱり投票率だと思います。みんながこの,じあの自由と民主主義というものを大事にしているんであれば、誰に入れるかは別にしろ、少なからずちゃんと言って、自分たちの有権者としての,あの権利を行使したんだということを示すこと。うん、前回の参議院選挙、確か投票率50%ちょっとぐらいしか行ってないんですよね。で、そういう状態だとやっぱりね、 プーチンとか習近平が笑ってると思うんですよ <laughs> あの。なんだかんだ言って結局民主主義ってそんなもんだろうと。半分の国、国民しか、要はね、賛成も反対も含めてですよ。半分の国民しかまともに政治参画してない。それだったら我々のように上からぐっと押さえつけてても、権威主義国家の方がよっぽど判断も早いし。 物事スムーズに進むし国民をより正しい方向に導けるだろうなんてことを言わせちゃうんじゃないのかなと思うんですよね。なるほどですね時間がかかるかもしれないけれどもそしてあのイライラするかもしれないけれどもやっぱり私たちは自分たちで声を上げて自分たちで未来を決めていくそういうシステムというのを大事にしたいと思ってるんであればやっぱり行かなきゃ。 というなるほど、もう投票は義務化したらいいんじゃないですかね。<laughs> あのあのー、何年前だったですかね、オーストラリアに研修で行ったときに、オーストラリアって、あのー、連,邦の連邦国家じゃないですか。であのいわゆる国政、えー、国政レベルの連邦選挙になると、あのー、投票所に行かないと罰金あるんですよね。るんですよ そ,うだそんな国あるんですね。あるんです、あるんです。あの、オーストラリアだけではなくて、何カ国かあるんですけど、あの、その行った時に、オーストラリアはそうなんだっ,つって。ただ、罰金っったって、何十万とか何百万とかじゃなくて、確かに、ね、日本円にして1万円か2万円ぐらいの罰金だったと思うんですけど、まあ、ただ、それでも行かないとダメだよ、ペナルティだよ、社会的なペナルティだよっていうのを課せられるっていうのはすごく大事なことだと思うし、僕、前々から言ってるんですけれども、あの、 えー、マイナンバーカードでねきちんと選挙をできるようにして今までの過去の選挙に誰に投票したからは分からなくていいから行ったか行かなかったかの記録は分かるようにしたらどうかなと思うんです。うん、それ何に使うかって言ったら別にあの行かないのも1つの選択肢だとすればそれはそれであのいいと思うから。 それによって何か差ができるっていうのはよくないと思うんですけど、一つだけ差があってもいいなと思うのは、自分が選挙に出たいと思うやつ。うん、つまり今度、立候補しますっていうやつが、今まで一回も選挙に行ったことがないってやつが立候補するってひどいと思いません。お前、行けよって話じゃないですか。かだから、最低でも立候補する、あの選挙に手を挙げる人間は、 今までの選挙の中で、例えばですけど、半分以上の選挙にはちゃんと行ってると。なるほど。ねそれぐらいの、やっぱり、あの足かせはあってもいいんじゃないかなと思いますけどね。確かに、年齢だとか、住所とか公表するぐらいだったら、何回選挙に行ったかの公表の方が大事かもですね。そうそう。<laughs> とか、あるいは、まあね。 えー、公務員なんかにおいても、公務員の皆さんがそうである必要はないと思いますけれども、うん、あの公務員のいわゆる上の、えー、幹部というかね、役職ありますよね。そういったあのいわゆる高級な役職に就くような人たちは、一応そういうのを確認されるとかね。なるほどですね。ね、えー、面白い。 さすがですね。例えばの持論ですよ。あの別にそうすべきだと言ってんじゃなくて、そんなこともあってもいいんじゃないかっていう議論はね、うん、せめてしてもいいかもしれません。うんうん、まあ、いきなり義務化するっていうのはまあいかがなものかなっていうのは思います、うん。なるほどですね。はい、先生は明日はどちらに行かれるんですか。 えーっと、明日は平日でしょ明日はまだい回です。明日予算上げますえ <laughs>。今週末、今週末にずっと動いてるんですけど、今週末土曜日は群馬と新潟、うん、日曜日は、えー、和歌山。当然100万円じゃ足りないですね、先生ぐらい動くと。<いや> <laughs> <laughs> 本当足りないんですよお金は全然あっても足りないんですけどわかりましたお体に気をつけて頑張られてくださいはい、はい、どうもすいません、はい、ありがとうございましたありがとうございましたはい頑張りますはい